にちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。11月の頭くらいにですね、2019年製ソニーの BD レコーダーが100円という動画を出したんですけれども、まあ、それの今日は後日談になりまして、まあ、ジャンク品の最終処分場みたいなところで、見つけたレコーダーだったんで、まあまあ、5体満足で売ってるわけないだろうと思ってたんですけれども、まあ、よく見ると、2019年製であって、でまあ、ジャンク理由としては、まあ、こうトレーの奥になんかネジが詰まってたりして、そしてこのトレーになぜか B キャスカードが乗っかってたりして、でまあ、びっくりしたのは、東芝のこのハウスがちゃんと乗っかってると、1テラが乗っかっちゃってるというところだったんですけれども、まあ本体にボタンが2つしかなくて、初期設定も6にできない状態だったんで、まあ、リモコンは手に入れました、はい、こちらの、まあ、純正のリモコンだったんですけれども、これがヤフオクで、送料込みで2700円でしたね、はい。まあ、壊れたやつに2700円も払うのはちょっと気が引けるっていう気もあったんでしょうけど、まあ物は試しということでね、とりあえず、リモコンは手に入れました。で、録画テストをしたかったんですけれど、なんかちょっと自分家の環境ではなぜかチャンネル設定ができなかったんで、まあ友人の協力を得ましてね、ここからは、友人宅での動作確認になります。はい、まず電源を入れます。はい、ハローと出ますね。これはまあ、どこでも同じことなんですけど、で一応アンテナ線はつないでるんですけど、まあ、チャンネル設定はしてないので、ライン入力に切り替わるんですね。はい、まあ、一応チャンネル設定としてはしてあるんですけど、ちょっと地域が違うんで、当然、電波が。まあ、認識できないっていうことで、ここからちょっとチャンネル設定をしていきます。はい、でメインメニューから設定を選びまして、簡単設定、まあ、初期設定からやっていきますね。はい、でアンテナ線はつないであります。で開始と。でまあこんなことやりますよっていう説明ですね。はい、でここで、郵便番号設定をします。はい、まあ同じ、まあ、友人も同じ県内なんでね、基本的にはそんなに変わらないのかなと思うんですけど、とりあえず郵便番号は、まあ、それぞれ設定する必要があるので、ここで設定をして、でチャンネルを設定していますと。まあ、これはうちでも出たんですけど、この後、まあ、その受信できるなんか電波がありませんとかなんとかっていうふうなエラーメッセージが出て、ちょっとチェックできなかったので、やっぱり壊れてるのかなという気もしてたんですけど、まあ、単純にその繋いでた線に電波が来てなかっただけかもしれないんですけどね。はい、こうやって進捗がずずずずずっと動くのは、まあ家でも見てたんですけど、この後にちゃんとそのチャンネルの名前が出るところまではいかなかったわけです。はい、というわけでこれちゃんと出ましたね。 NHK からまあ、全部出てますね。はい、でとりあえず録画テストは地デジだけでやろうと思ったんで、まあ、この辺の設定は、まあ、パパパッと適当にやってますね。はい、初期設定が終わったので終了させると、はい、
一応これ NHK の総合の映像ですけど、まあ一応ちょっとモザイクはかけておきますが、とりあえず電波は入りましたよということで、とりあえずこの後チャンネルをいろいろザッピングしていくところですね。NHK から多分教育行って E テレ行ってで日テレ系ですね。それからテレ朝系それから TBS 系で富士系列だったかな。それでこう NHK に戻るという感じですよね。これはね、まあ一応チャンネルはちゃんと映るようになったので、まあ適当にチャンネルを選んで、でリモコンの録画ボタンをポチッと押しまして録画開始されました。画面の左下にレックの赤丸がついてるので、ちゃんと録画されてるっていうことですよね。はい、まあ番組全部撮るわけじゃないんで、まあ短時間で一応切りますけれども、まあ録画は一応問題なくできたという感じですね。はい、とりあえずここで録画は止めて、で撮ったものがちゃんと撮れてるかっつうのを確認します。はい、メニューに戻って視聴するから、録画タイトルを視聴とハードディスクですね、すると、はい、ちゃんと一覧に出てます。さっき撮ったやつが出てますね。はい、ちゃんと録画はできたということで、これをさらに再生すると、はい、再生も大丈夫ですね。はい、というわけで、まあジャンクで100円で、買ったものですけど、まあ機能的にはまあほぼ問題ない感じですよね。 BDO 再生できて、でハードディスクに録画もできるというので、まあ、機能的にはまあ問題ないところですね。まあ、今後ですね、一応これ機能的には問題ないんですけど、やっぱりフロントフェースが壊れちゃってるので、この部分を一応修理して、まあ、完全な状態に戻せればなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。